こんばんは、中ムーの実況ゲーム、動画シリーズです。今回は、特別に、セインツロー4を、二人でやってみようと思います。中ムーが、ヒロヤスをショッピングに、連れて行こうと思うのですが、果たして今回は、どんな旅になるのでしょうか。あ、これ。ん？この金髪リーゼント。俺に決まってんじゃねえか。脱ぎなさい。いやいや、運転できないからいいよ。いや、後ろに乗れ、後ろで終わりますよ、後ろに乗る。あれ？じゃあ俺も強い。はい。はい。こいつ、イラつく。よいしょ、はい。バカ野郎、あーいいバイクだ。お店巡りするで。一般人に殺せないんだ。あ、そうなの？いや、引き殺せるよ、なんか。でも、撃つときバスって出るだけになっちゃう。あー、クッドだからかな。めっちゃ警官に目つけられてる。お前撃つからでしょ。なんで撃たないの？ワンマンギャングこの。ああ。いやあ。ついたついた。昔2の時ティーバッグとか売ってるお店がどっ か隠しショップであって、うん、みんなで着たものさ。ここはあんまいいよねえな。贅沢言うな。買い物終わったら次の店行くよ。ちょっとファッションギャングになる。おしゃれ泥棒だね。ああいいですね。決まったな。ダッピーボーイ、ハッピーボーイ。ダッス。わお。やろう。なんか本当にこうあれだな、秋葉原のオタクっぽくなってきた。そのキャット一個で。もうちょっといいお店行こうかじゃあ。うん。いい店だったなこれ。ちょっとおちゃんのハマーあるからじゃあ乗ってきなさいよ。ご飯ビ。ちょっとマップ見るよ。次の店舗行こうかね。お。ちょっと箱乗りで死んじゃう。ジャンプチームちょっと意味がない。よいしょ、おいで、ピュー。これどうやるの？向こう。よっしゃー。あ、これ？うん、これこれ。はい、右と左にちょっとある。反対は？反対もそれ？お、お。あとお客だよ。まあなんかあパンダとか良さげな。誰が裸なんだよ。やっちゃった。待って、どういうことよ。なんか俺？これ着替えてたんだけど。これちょっと裸でちょっとミニゲームできるらしいからちょっと待ってね。女の人の前で多分できる。変がすごいね。あれ下は人を背負えできるとか。ちょっと恥ずかしいじゃんこのポジション。ちょっと急いで着替えに行った。まあどう。え、それと。はい、すごいすごい。あねえ、ちょっと着替えて。はいはい、すごいすごい。あれ、意外と意識してくるね。
あ、名越市ストーリーキング開始だったよ。うん。己の肉体を見つけて、さらにキャッシュを獲得って書いてる。あ、俺がせっかくこう肉体見せてるの、お前片っ端から蹴っていくなよ、俺見せてんだから。このみんなちっちゃいやつよくね、この毛。いいいいね、これいいでしょ。ちょっとちょっとカーナビ打つから、次の車服の店にね、箱乗りしちゃうよ。そうだね。あ、ハテナだ、ハテナだね。出発しましょうか。よし、ちょっとおいで。たまらず一時聞くぞ。ちょっとなんか他にいっぱいいろんなものが、いや支配区域内だからやばいのかな。そんな中でも俺福岡市着いた。多分ここ、同じもん。空手コブラ、アウト、ちょこちょこアウトのやつが混ざってるんだけど、サムライアーマーじゃん。あ、ちょっと、あ、赤いやつ見た。え、いや、わからん、名前何。スラッシャー、ね、エクササイズドール。あ、じゃあこれから見るんかな、適当にやってる。スラッシャーでマリオ作れんじゃん。普通にあのホットドッグで終わらせてる。ああ、好きなんですよね。倒れこけると面白いんですよ。じゃあ、あー、これダメだな、エクササイズドール問題作だな。スイングスーツいいね、懐かしいな。あったな、ギャラリーの違いがよく分からん。ギャラリーは自分が買ったやつが全部されてる。ギャラリーじゃなくてスーツと衣服セットの違いだ。衣服セット、どっちかはあの組み替えれないんじゃないかな。どっちかはあの入れが他の。うわ、マスクがいいのいっぱいあるでないと、これあれ作れるね。ここ無駄にパーツ多いな。買うだけで店が。グリフォンマスク作れんじゃねえ。おー、あ、意外と普通ね。あ、キルビンのマスク買った、やった。キルビン好きなんで。また肘が入れてたいんだ。問題？いや、なんでこんな顔にしたんだろう。ください、そんなマスクください。うん、マインドコントロールヘルメットやばいなこれ。わしのマスク、これグリフォンマスク作れるの？これわしのマスク。おー、意外とリアルで怖いな。
値段以上のマスクダメやろこれ。あれか、前回のあのプロメジャーロールのあれか、あいつです。おっ、やべえじゃん。何だスーパーヘア、悟空的な。うん、買い物だけで1個より、これ動画的にはちょっとまんないだろうね。そうか、モヤモヤ度高いんだ。うん、ずっとあのこっちを楽しく作ってんやけどさ、わこれもあるとか。見てるタイプ使わねえ。そうだそうだわよ。僕はそう思わない。胸を張ってるよ。僕はそう思わない。もうアンダーウェアはちょっと夢中なんで、ちょっと。ビキニ買っちゃった、ちょっとおしゃれ。ビキニ買っておしゃれっていう発想が間違ってきたんだ。買いすぎてちょっとあれだな。大体できたかな。じゃあサムライスーツがさ、あのバラで上半身だけ鎧とかできないのはちょっと辛いな。組み合わせたら結構いいの作れそうなんだけどな。バラできないんだよね、確かに。大丈夫大丈夫。あれ、あ、別で買わなきゃいけねえのか。うん、何を？ちょっマスク屋のプロレスグッズいっぱいあんのはいいな。ウトやろお前それ。なんかダメやろこれ。あ、解放すんだ。すんだよ。面白いね。お
二人ともダメなレスラーだよ。あとかっこいいじゃん。うわぁ太陽拳アウトやねえこれグリフォン侍。ちょっと西アンエリアにちょっと足を伸ばすよ。はいはい。おお、ちょっと起こされた俺。ああ。おお、無理やり下ろした。あいつ頑張ったな。よっぽど大事な人だった。あと行くか。よいしょ。どれ、でかいの？でかいの。はいはい。あれ、こっちでやった方が楽しそうだね。はいごい。今から海でも行くような曲だな。あった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 ね。どこだ。ここっぽいですな。お店かこれ。うん。服のまあ T シャツマークだからね。これでいいこと。まあ何かしら着替えていくのが。一緒だったね。やりやがった。すごい逆の逆なの乗せるの。逆本当に言いそうでやダメだよ。ちょっと適当に流すから。あいよ。これこれでやばい絵だな。これだけのためにお金このゲーム買ったようなもんだな。時間数の差超えて5000円だな。あ、服屋ですね。もちろん。うわ、ビキニパンツやったよこいつ。いいお店だね、ここね。女の子に聞きたいね。聞きたいね。かわいいでしょ。次のカーナビ調べとくか。意外とやっぱ海岸沿いは面白いな。でもほぼほぼあと小さい小島行ってもうほぼほぼ買い物終わりだねこれ。あるという間だね。いやいやいやね、一枚終わるのね。これはひどい。意外とでもだよ。か。ちょっと見て。うさぎ釣り。俺の客船見意外とやろ。なんでグリフォンマスクやめないんだ。あう。じゃ。
褒めた、アニオそう、呪われてしまったから、アニオ大丈夫よ、私、よく殺せって、よいしょこんだけうまいけど、まあ、なりたいよねあ、うよ、ちょっと、わおわおわあああめっちゃ高速スポットだな。ああ、ちょっと待って。俺も。ホットドッグブラザーズ。ホットドッグブラザーズ。高木。おい、悪名高きホットドッグブラザーズ。You bad boys。待ってくれよ、ホットドッグの兄貴。あれ違うじゃん。バグっちゃった。これバイク乗る。今回の旅どうだったか、兄弟。面白い、面白い。これがもうほとんどこのゲームの面白さ全てになったんで。いやー、また、もうあと一人用しかやることないと思うんで、ネタ装備をもう、あらから帰ってくれたし。ホットドッグブラザーズからの、忘れてきた。